いや、それで、その安倍政権の政策を支える、まあ言ったら露払いっていうか、その先兵隊みたいな存在として、はい、大阪維新の会があったっていうのは、はい、本当に今回その教育現場を取材する中で痛感したんですね。はいはい。